紅茶。父が死んだ後の年月、母はある銘柄の紅茶をひいきにするようになり、それを毎日4回飲んでいた。朝食に1回、午後に2回、夕食後に1回。牛乳と蜂蜜を入れて飲んでいたが、たまに蜂蜜がなくなるとグラニュー糖を使うところも見かけた。この紅茶は50袋入りの箱で売っていて、どの箱にも小さなパステルカラーの陶磁器のサーカス人形がおまけについていた。一種の宣伝である。確かブランド名はピカデリーサーカスと言ったのだ。ライオン使い、軽業師、人間逮捕などなど、人形は全部で15種類あった。時折母が新しい箱を開けて人形を取り出す時に私も居合わせることがあった。人形はテーブルの上、お茶を飲んでいる私たちの間に置かれ、母は時々それを取り上げては手の中で回してみるのだった。母が亡くなって姉と所持品を整理していると、地下室の奥から箱に数字を書いた靴箱の山が出てきた。80、100、75。開けてみると中に例の人形が入っていた。蓋の数字は中の人形の数に一致していた。物を溜め込むなんて母らしくない。そんな癖は全然なかったはずだ。だからここは人形を出して数えてみるべきだという気がして、二人でそうした。全部で420個あった。ほこりっぽい地下室に座り込んだまま私は計算してみた。ティーバッグ50袋かける420箱イコール2万1000杯の紅茶。一杯に 240cc の紅茶が入っていたとすると、全部で504万 cc。 1ガロンは 3785cc だから 1,300 ガロン以上に及ぶ紅茶ということになる。私は頭の中でこれを50ガロンのドラム缶で表してみた。25余りのドラム缶が大きなピラミッド型に積まれている。私はそれらがどこかの空港か倉庫の裏手で高い金網に囲われてコンクリートの上に置かれ、風と寒さにさらされている情景を思い浮かべた。これが孤独の尺度であることに私は思い当たった。この父が死んでから自分が死ぬまでの12年間に母が飲んだ全ての紅茶が、母もそんなふうに考えていただろうか。いずれにせよ、私自身が孤独を感じるとき真っ先に思い浮かぶのは50ガロンのドラム缶のピラミッドが立っている情景だ。辺りには軽い吹雪が舞っていて、ひょっとすると幾分クリーム色がかった茶色の液体が一つの缶の底から漏れていて、下の歩道の上で凍りつき、鈍い色の不規則な模様を作っている。